大泉元郎は、日本の政治家。北海道苫小牧市二代目市長。苫小牧市名誉市民。誘仏軍苫小牧村に、七夜の三男として生まれる。室蘭商業学校に進学してほどなく、北海中学校に編入し、同校卒業後に、苫小牧へ戻るが職が見つからず、当時の苫小牧町役場に、臨時職員として入庁市長税会員を経て、常勤に。 1947年町長の田中翔太郎に36歳で助役に抜擢され、1948年の姿勢を迎える。1963年に引退する田中市長の後継を決める市長選で北海道衛生部長を務めた稲垣コレナリラを破って初当選。折しも、苫小牧校が開校し日の出化学工業を皮切りに、宇部高産。 イデ光ツさん、日本系金属などを誘致し、苫小牧を道内随一の工業都市へと変貌させた。さらに、苫小牧港の東部に広がるトマたを、地区開発推進を図るが公害問題などから、支持母体の社会党などが反対。4期目からは、保守、中道系に軸足を移して、以後1983年まで5000に。 この間にも北海道市長会副会長や全国市長会副会長などを務め、ラムサール条約登録湿地都内沼の環境保全や道内発の月水道整備、フェリーの苫小牧就航といった公共機関の充実化など都市機能の充実化も図った。退任後の1988年に苫小牧市名誉市民になる。2005年12月28日に死去。 95歳没、ありがとうございます。